スペラフィコ、ラファエル・スペラフィコは、ブラジルのレーサー。スペラフィコ一家は、ブラジル国内選手権や北米、イタリアなどの選手権を中心に、過去10名以上のプロドライバーを輩出しているレース、一族であり、同時期に、現役ドライバーであった親族として、双子のレーサーとして知られるリカルド・スペラフィコとロドリゴ、スペラフィコほか、アレックス・スペラフィコの3名をいとこに持つ。 1981年、ブラジルのパラナ州トレドで生まれた。2000年から2002年にかけて、アメリカ合衆国を拠点として、バーバーダッジプロシリーズに参戦し、2002年には年間2位となった。2003年からは、ユーロ3000位選手権に参戦するためヨーロッパに本拠を移し、2ポイントを獲得して、シリーズ15位となった。これによって、 新類のリカルド、ロドリゴ、アレックスに続き、FIA のフォーミュラ3000位に参加したことになる。2006年から、ブラジル国内選手権に、活躍の舞台を移し、ルノースーパークリオカップでシーズン4位に入っている。ストックカーブラジルの開選手権である、ストックカー v チライトに参戦していた2007年、12月9日に、サンパウロ市のインテルラゴスサーキットで開催された。 シーズン最終戦において、レースの6周目、スペラフィコは、メインストレート直前にある高速左コーナーで、コントロールを失い、猛スピードでコース右側にある溶壁に衝突した。その衝撃で衝突した車体が、コースまで跳ね返った結果、避けきれなかった後続車が、多重事故を引き起こし、スペラフィコの車は、後続のレンタオルッソの車体前面に、左側面からぶつかり、 この衝突によりスペラフィコの車は前面だけでなく側面も大破した。レースはすぐに中断され、救急スタッフが駆けつけたものの頭部に受けた傷が深刻でスペラフィコは帰らぬ人となった。車体の直撃を受けたルッソも頭部に外傷を負って病院に運ばれたが重傷ではなかった。この他にも数人のドライバーが事故の巻き添えで負傷している。 くしくもこの日、いとこのロドリゴが、ストックカーブラジルの最終戦で、シーズン2位争いを決め、ラファエル自身それに祝福を送ったばかりのことで、スペラフィコ一家にとっては、ほろ苦い一日となった。その4年後の2011年4月13日、当時、ラファエルのチームメイトであったグスタボ・ソンデルマンが、ほぼ同一の地点、同一の状況下において、強格圧迫で、 事故死している。ラファエル・スペラフィコ、事故で命を落とす。2007年12月14日閲覧。ラファエル・スペラフィコダイズインブラジリアンレース2007年12月14日、閲覧。ラファエル・スペラフィコダイズインブラジリアンレース2007年12月14日、閲覧。ありがとうございます。